はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。始まりましたね、弁財天のスコアアタック、非常に楽しみです。結構ね、スコアランキングとか見てると、あのフレンドリストとかね、結構やってない方がいるんだよね。やっぱりね、最近のスコアアタック、非常にレベルが高くなってきて、なかなか上位入賞が難しいということで、まあ、結構ね、諦めてる人も結構いるんじゃないかと思います。だけどね、スコアアタック結構面白いので、ぜひね、チャレンジしてみるといいんじゃないかと思います。特に今回のスコアアタックはドジラ、こちらにボーナスが 400%、 そして覚醒閻魔が 80%、 青龍に 20%、 合わせて 500% ということで、なかなかね、この特殊効果持ちの妖怪を持っていないと上位入賞難しいという状況なんですけども、まあちょっとね、今日は簡単にできるスコアアタックの、まあ攻略っていうのかな、をね、紹介して、みんなとね、情報をシェアできればいいかなと思っています。まずはこんなパーティーで挑戦してみました。おそらくね、このパーティーであれば皆さん持っている妖怪ばかりだと思います。技レベルもそんなに高くはないです。今回は2フィーバー2回フィーバーでスコアがどれぐらいいくかっていうのをね、見てみたいと思います。今アイテムはフルに使った状態で、轟獅子、こちら攻撃力アップの妖怪で、今技レベル6で高稼働79ポイントですね。そして鬼蜘蛛がスコアアップで技レベル3ですね。そしてアタッカーの鬼食い、技レベル3です。半蔵、こちらは技レベル2ですね。こちらも単体攻撃です。そして青月牛尾 S、 単体攻撃の技レベル2です。今回の攻略としては、攻撃力アップが1体、そしてスコアアップを1体、そして残り3体がアタッカーの単体攻撃ですね。そして種族は全て勇ましで揃えて、種族効果 30% を狙っています。なので攻撃力アップ打っといて、スコアアップで3体のアタッカー攻撃をするという、それをフィーバータイム中に行います。それを2回ですね、やった場合スコアがどれぐらいいくかという感じですね。そしてコンティニューは1回使います。2回目のコンティニューは使いません。スコアの方はボーナス 10% がついて428万3000点というとこですね。まあまあでしょう。ちょっとランキングの方はね、まだまだ厳しいですけどね、今回非常にレベルが高い。さあ、報酬の方いただいておきます。今回ミッション報酬が非常にいいので、ぜひともね、スコアアタック楽しんでみたらいいんじゃないかと思います。そして次に、同じく2回フィーバーなんですが、妖怪をちょっと変えました。アタッカーを不思議族に変えました。今回の弁財天はプリチー族なので、相性のいい有利属性としては不思議族、ニョロロン族になります。なのでアタッカーを不思議族、もしくはニョロロン族の単体攻撃にすることで、若干ね、スコアが伸びる可能性があります。まあ、ただね、種族効果が下がるし、人によってね、ちょっと妖怪の育て具合が違うので何とも言えませんが、少し見てみたいと思います。今回使っているシュラコマ、こちらはレベル3ですね。全体攻撃と、ちょっと単体攻撃ではなかったですけども、非常に強力な4回なので、ちょっと1体入れました。そしてヌエ、今技レベル2ですね。そして侮れないのが静電気 B ランクですが、単体攻撃、技レベルは3です。さあ、こんなメンバーだとスコアの方はどう出るか、ちょっとね、先ほどの勇まし系ほどはいかないかなという感じしますけども、同じく2フィーバーで、まずは均等に、あの技ゲージというのかな、を貯めていきます。さあ、フィーバータイム入りました。必殺技打っていきます。もう順番に打っていけばいいと思います。さあ、そして静電気、意外と強い。
さあひたすらプニを消して終わり頃にスコアアップ、鬼雲を打っていきます。さあこれでどれぐらいでしょうかね。さあ最後白駒いけますね。まあもう少し高度な作あのスコアアタックの攻略としてはね、一色聖地とか二色聖地ありますけども、ちょっと今回はまあ難しいので、また別の動画でできればあげたいなと思います。そしてあの二色聖地の場合はね、ヤマタンがいるしね、ヤマタン持ってないとちょっとそのあたりできないので、ちょっと今回は2回フィーバー作戦でいきたいと思います。次に閻魔武道会でゲットしたヌラリシンと覚醒閻魔を入れてみました。持っている方はね、ぜひ使った方が今回スコア伸びやすいと思います。ヌラリシンは今技レベル3ですね。敵1匹に大ダメージ、残り HP60% 以上だと強力ということなので、 60% 以上でヌラリシンは必殺技打ちたいと思います。そして覚醒閻魔、こちら今レベル47の技レベルは3ですね。自分が消えるほど強力ということなので、なるべく画面の中に覚醒閻魔たくさん出した状態で必殺技が打てると、まあ、非常にスコアが伸びやすいんじゃないかと思います。特に覚醒閻魔に関しては今回 80% アップの特殊能力がつくので、持っている方は入れるのも手じゃないかと思います。さあまず1回目のフィーバー、さあ2回目のフィーバー目指して技ゲージをね均等に貯めていきます。ちょっとね覚醒閻魔が溜まりにくい感じがあるので、覚醒閻魔をねたくさん消す感じで貯めていったら溜まりやすいんじゃないかと思います。まあ、今回のねスコアアタックはいろんな作戦というか方法が考えられるよね。まあ、ヤマタン、エジソンとかを持っている方はね入れるとねいいんじゃないかと思います。その場合はねまた二色聖地っていうね、ちょっとやり方が難しくはなってきますけども、ちょっと僕はねヤマタンもエジソンも持っていないので、ちょっと今回その二色聖地作戦は使えませんけど、そしてアタッカーに不思議族のロボニャン3000とかね、ラストブシニャン持っている方は入れる人もいるかもしれません。もしくはキラコマでやる人もいるかな。さあ2回フィーバーで必殺技打ち込みました。お、結構いくね。943万点。ちょっと1000万点弱かなという感じですね。ランキングの方はそれでも36000位ぐらいだからね、なかなか1万5000位以内っていうのはね難しいよね。さあ報酬の方をゲットしていきます。結構報酬がいいからね、まあ、それをもらうだけでもなかなか今回のスコアアタックやる価値はあるんじゃないかなと思います。そして次にミッションで最大ダメージ1万以上で黄色コイン G がもらえるという、こちらやっていきたいと思います。トドロキ自身の攻撃力アップ、そして妖怪ガッツ系で攻撃力アップ、大人界攻撃力アップ、そして肉焼き、こちらも攻撃力アップです。そして最後がアタッカーの鬼食い、こんな編成でやってみました。あと今回のボーダーラインについてちょっとね話をしておきたいなと思います。今回1万5000位までに入ると弁財天がもらえます。なのでまず目指すは1万5000位以内じゃないかと思いますが、今現在1万点のスコアが8677万6888点ということで、まあ1億点弱なんですけど、今1月18日の時点なので、まだねこれからスコアのボーダーは上がっていくと思います。なので目安としては1万5000位がだいたい1億点ぐらいじゃないかなとね僕は予想しています。
すごいよね、1億点なので、ちょっとね1億点出すには、まあ、今回の特殊スコアボーナスの妖怪ドジラ、そして覚醒エンマ、このあたりがねないとねちょっと難しいんじゃないかなっていう感じはしますね。さあこれでダメージ1万以上は出せましたよね。さあ報酬もらっていきたいと思います。まあスコアの順位の方はさておき、報酬結構いいので楽しんでスコアアタックやってみるとね面白いんじゃないかと思います。さあ黄色コイン G もらったぜ。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。